ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG SL43 2022年式8500キロ、こちらの車両になります。でまず今回は、はい、大変刺激の強い動画になってしまうかもしれません。そうですね。なので現在 SL に乗られている方、もしくは検討している方はちょっとご視聴を控えていただいた方がいいかもしれないんですけれども、まあ、ボンドなり の, あの辛口で、そうですね、はい、正直レビューでお届けしたいと思います。でまず月村さん、はい、SL43 今 SNS とか、まあ、ネットでちょっとざわざわってしてるの知ってますか？はい、はい、見聞きしてます。はい、最近あの著名人の方がなんか自身の乗られてた SL を査定に出したら1年で300キロぐらいしか乗ってないのに、なんと衝撃の査定価格マイナス1000万円ぐらいを提示されたということで、ちょっと買い取り価格がかなり刺激的な価格になってると。いやそれだけじゃなくって、今中古車情報サイトなんかでもものすごい台数が出てる。でこれがどうなのかっていう。そうですね、まあ逆に買いやすい。そうなんです。なので、はい、あの僕の方から今回これ取りましょうって言ったぐらいなん で、ね、はい、逆に今チャンスじゃないかなっていう、うん、もう選びたい放題じゃないですか。そうですね、はい、で巷で言われてるそのエンジンの部分だったり音の部分だったり使い勝手の部分だったり、それどうなんだっていうのを今回改めて再検証したいと思います。はい、で実は SL43 で割と出てすぐぐらいかな、東京店の方で詳しくご紹介させていただいてるんですよね。で自分で見返したんですけど、あの試乗なしなのにあの40分喋ってました。はい、というわけで詳しい紹介に関してはそちら見ていただければ、はい、なので今回はパパパッと外装に関してはおさらい程度でいきたいと思います。でまず SL43 この方でメルセデス AMG ブランド専用モデルになったと。もう一つのトピックとしてはこのモデルからあの鉱石が復活してるんですね。そうですね、はい、でこれ結構久しぶりの鉱石復活ということで、先々代129以来の復活ということで、はい、割とこう今までの流れとガラッと変えてる車になってるようです。うん、ただ装備に関してはもう現代版でかなり進化しているということで、130万画素のプロジェクションモジュールヘッドライト、はい、こういったものが付いてたりだとか、サポート関係もフルフルですし、あとはデザインも最近のメルセデスに習ったこういうちょっとシュッとしたこんな感じのエクステリアになってる。あと今回色はなんか珍しくないですか？そうですね、このマットのボディカラー、はい、で今回はこちらプロテクションフィルムも施工されているということ で、うん、でね、はい、これ前回りだけですか？ドアミラーとミラーとここから前が施工されている感じなんで、はい、まあ、使い勝手も悪くはないのかなと。だとメインの寸法のところ、全長4700、全幅1915、前後の方が1370ということで、先代よりちょっとだけ大きくなってる。僕いろんな市場レベルのやつが見たんですけど、あの先代と比べてるんじゃなくって AMG GT ロードスターと比べてる記事がありました。でなんでかなと思ったら、あのやっぱり先代とこう車がガラッと変わってるのと、車のポジション的に近いのが、まあ、AMG GT ロードスターになってるのかな、うん、ということで AMG GT ロードスターと比べると結構長い、はい、で幅に関しては結構狭い、うん、そんな車になっております。今回の車は AMG5 ツインスポーク20インチこちら装着されております。そして足回りは全車バネサスですよね、はい、ということでこんな感じの足回りになっております。で今回の車は走行距離も少ないので、まあ、ホイールもブレーキパッドも、はい、タイヤもかなり程度良好なんじゃないかなと。そしてですね、僕から1個寄せていただくと、今販売価格もかなり下がってるということで、はい、逆にこれいじっちゃうっていうのは全然ありなんじゃないかなって、うん、さっき話してたんだけどね、もうこれをカスタムベースにしちゃうっていう。でホイール作っていただいてもいいですし、はい、あの実はですね、メルセデスの名門チューナーブラバスから懐かしの3本スポークが出たの知ってます？うん、見ました、はい、モノブロック2かな、うん、ああいったものを履かせるとめちゃくちゃいいんじゃないかなと。一世を風靡したよね、あれね。そうですねSL に3本スポークって言ったらもう南の帝王じゃないですか今回色ちょっと違いますけど、まあ、そういったカスタムも逆に楽しんでいただける時期なのかなと、はい、こんな感じの足元になっております。あとは全体的なこのシルエットだいぶ変わりましたよね、先代からやっぱり。そうですね、特に後ろの処理なんかが結構変わって、うん、そのホロの部分がかなり印象が違うのかなと。そしてこれ先代と違ってソフトトップになったということで低純真化がかなり測られているそうです。なんかマイナス20キロぐらいのハードトップに比べて、軽くなっているそうです。でそのおかげでハンドリングが向上して開閉もわずか15秒でできるようなこんな感じになっていると。そして後ろに行くと80キロで上がるスポイラー、はい、こういったものももう最近の装備として全部ついております。そしてあとはマフラーに関しては43なんでこのオーバルの4本出し、音に関しては検証したいと思います。そうですね、はい、で以前東京店で確認した時も多分そういう制御だと思うんですけど、レスポンスもなんかおやおやっていう
レスポンス、だ多分それ停車中だからじゃないかなと思う。でそれ今回試乗できるということなので、そうですね、はいはい、初試乗で確認したいと思います。さっきツッチーと話したんだけど、はい、このデザインはどうなんですか。ここはですね、あの東京店で紹介のところも言ってるんですけど、ここがんって思ってしまいました、うん、なんか不思議な処理じゃないですか。ここは個人的に好きなんですよね。上げといて、はい、ここからスーってお尻をスーって狭めていく感じが嫌いじゃないです。僕はあの先代の231230、はい、あそこからの流れの方がインパクト強いんで、なんかここまっすぐであってほしかったなっていう、ここちょっとこう違和感を感じてしまいます。ただまあ閉まってる時と開いてる時と、まあ、バランスは取れてるのかなと、はい、こんな感じになっております。続いてインテリア見てみたいと思います。正直レビューその1、はい、このドアノブはどうなんだと、はい、まあ、これ223S クラスにも共通する部分ですけど、この出てくるタイプのドアノブなんですね。これが一癖ありますよね。そうですね、はい、でこのシルエットだとこうまっすぐ引けそうに見えるんですけど、実はまっすぐ引けないと。どっちかっていうとこの後ろ側が引ける感じですよね。でしかもあのワイヤーじゃなくてスイッチなんで、はい、これを承知してないとちょっとまごまごしちゃう、うん、で月村さんがなんか雨の日に慌てて開けようとしてこうやってこう出てきてる状態だったらワンアクションでこう開けられるんですけどね、閉じてる状態だと確かにこうドアノブを出させる作業が一つ必要になるので、これ時間経っちゃうと閉まっちゃうわけですもんね、うんうん、そうすると出てこなくなっちゃうんで、はい、触ってからじゃないと開けられない。いきなり握れないですか。なるほど、一回こう触って出させて握る、でそれも一発で出ないといけない。あそうするとちょっとメカニカルなのに慣れてる方だと、はい、あーってなっちゃいますね。そうです、はい、でもういきなり握りたいですね。なるほど、ここはそして開けるとこんな感じで、はい、で今回のはこの赤の内装、どっちかというと黒とコンビに近いですかね、うん、オプションほとんどないんですよね、まあ、AMG モデルですから、まあ、唯一あるとすればヘッドアップディスプレイだったりだとかその辺、あと屋根の色がちょっと選べたりだとか、はい、そのぐらいかなと。なので装備に関してはかなり充実している内容になっております。そして一番目を引く中央の 11.9 インチセンターディスプレイ、でかすぎないですか。でかいですね、はい、こちらが角度調整可能、そしてルーフオープンの時の角度調整なんかもできるそうです。要は屋根開けちゃうとこう光が入ってくる角度が変わるんで見づらくなっちゃうんで、そういった調整なんかもできるようになっていると。で今回はブルメスターも標準でついているということで、11スピーカー 650W、はい、こちらのオーディオシステムもついております。そして4代目 W129 以来のリアシートがついているということで、911より狭いかな、そのさらにもうちょい狭いぐらいですかね、はい、でこれメーカーも言ってて身長150センチまで、はい、チャイルドシートで、身長135センチぐらい、だから本当に緊急用と、まあ、お子さん乗せられるっていう、 そうですね、そのぐらいのサイズ感という、はい、ただ室内に関しては多くの部分がこのナッパレザーで仕上げられてますんで、高級感はまあありますよね、うん、はい、というわけでこんな感じのインテリアになっております。ただ完全にあの2シーターよりも、まあ、これあるだけでもうカバンが置けたりとか買い物の荷物を置けたりとかっていう、まあ、リクライニングもできますもんね、使えるしね、うん、だからあるないはかなり違うのかな、うん、全然違いますよね、はい、こんな感じのインテリアになっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクが一番のポイントなんですよね。で今回の車はあのゴルフに行けなくなった車っていうのが、はい、結構あの乗られてる方には言われてるところなんですか、うん、あの先代は結構ゴルフバッグ、はい、行けたんですか、うん、で現行になってから後席がついてる分だいぶ狭くなった、うん、そしてこのスペースというかこの開口部もちっちゃいですよね、うん、クラブだけ入れるっていうのも難しいかなって気するんですけど、そんな感じですよね、はい、というわけでかなりちょっとトランクの容量は少なくなってしまったと、うん、で下もスペースあるんですけど本当にわずか、うん、だからここでスタイリング動向とかよりかも使い勝手が大きく変わってしまったと、うん、だから先代の SL からの期待をしてた方だとうーんっていう、そうですね、ポイントなのかなと、ね、普通に考えるとこうソフトトップにした代わりに少しこの辺が広く使えるようになるのかなっていう、確かにイメージがあるけども、まあ、逆にそんなこともないと、というわけでかなり使い勝手が先代、はい、先代と比べると変わってしまった部分になるのかなと思います、うん、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 1991cc、はい、笑っちゃダメですよ月村さん、はいはい、直四ターボ、これプラス 48V の、BSG ベルトドリブンスタータージェネレーター、馬力の方が381馬力トルクの方が 48.9 キロということで、でも正直 V8 から
一気に直用になっちゃうじゃないですか、はい、直用2リッターという本当にだから笑っちゃいけないんですけど、はい、っていう衝撃を与えたこのパワーユニットで、これ電動のサポートが入ってるんで定格8ワット、マックス10ワットで、それで58ニュートンぐらいサポートしてるんで、かなりこうトルクだったりだとか、まあ、数値面、はい、使い勝手の部分はかなりいいそうです、うん、ただ官能的かっていうとやっぱりこう、まあ、直四は直四じゃないですか、はいはい、だからこれ本当実際どうなのかっていうのはあのこの後乗ってみたいと思います、はいはい、やっぱりこうスペック中辻谷としては、まあ、スペックで評価したいところなんですけど、はい、やっぱりこう乗ってなんぼじゃないですか。そうですね、はい、というわけでこんな感じのエンジンになっているで、これに組み合わせるミッションの方が急速オート、まあ、AMG スピードシフトということで、ミッションに関しては、63なんかに搭載されているミッションと、まあ、同系列のミッションになっていると。で 0-100-4.9 秒ということで、まあ、そこそこ速いで、マックス275キロ、まあ、本国仕様のこんな感じになっていると。であとは技術的な部分になるんですけど、言ったら A45 とか4号系のエンジンの、うん、同列ですよね、はい、でこの辺やっぱりかなり技術的なものが進化してて、ナノスライドって言ってそのシリンダーのコーティングだったりだとか、あとジルコニアが添加されてるアルミ合金のヘッドガスサッカー率だったりだとか、あとはこのエンジン自体がやっぱり2リッターでめちゃくちゃパワー出してるんで、ディーゼルエンジン並みの剛性らしいですよ、うん、だから要はどんだけこうパワーをギュッてこう押さえつけられるかっていう問題になってくるんで、まあ、そういった剛性なんかもめちゃくちゃ上がってるそうです。ただねいや乗ってから言いましょう。そうですね、はいはい、というわけで乗ってみたいと思います。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、はい、ついにこの時が来てしまいましたねいやずっと乗りたいなと思ってたんですよ、うん、そしてちょっと副長なんですけど、あの車はやっぱり確実に進化してるってことで、うん、もう専用のボディシェル使ってて、剛性もなんか 20% 近く 18% かなアップしてると。で MG GT 比、まあ、ロードスターと比較しても、まあ、横 50% 縦 40% も剛性がアップしてるそうです。で足回りも前後5リンクのサスペンションということで、もう車的な進化はもう申し分ないのかなと。ちょっとって思ったのは、はい、これ基本思想 SL、うん、官能的純粋官能的っていうんであればそうね、ちょっとあの急すぎませんっていう、うん、で理想は C43 に積んでた V6 もしくは4ドアに積んでた直6、はい、あれを1回挟んでほしかったのと、うん、で最終形態これでもいいと思うんですよ、うん、ただまあ63で、まあ、V8まあ、継続して積むからっていうのもあると思うんですけど、ちょっと今回は刺激が強すぎたなと。そうね、あこれちゃんとシートベルト引いてくれるんですよ、はい、で内装ちょっと飛ばしちゃいましたけど、こんな感じでディスプレイのアングルだったりもこう調整できると、はい、はい、このちょっと作動音気になりますね、うん、あと屋根もこれで開けたり閉めたりで、これずっと押してるんだめなんですよね。そうね、はい、それはちょっとあれかなと、うん、あとディスプレイの角度開け閉めてこう変えたりするのもこの辺で、あとサポート関係に関してはまあこれ100点満点か、はい、デカモニターいいっすね。そうね、ビジュアルともかく見やすいですよね。ビジュアルともかくとして、うん、はい、まあ、この辺の進化はやっぱりしっかりしてるのかなと。参ります。あとこれシートが高いのかドアが、あシートが低いのかドアが高いのか分かんないですけど、うん、めちゃくちゃ低く感じますね、うん、この車。あと音だな、レスポンスがちょっと衝撃のレスポンスなんですかうーんえーっつってそんなに回転下がるの時間かかりますって、多分そういう制御なんでしょうけど、うん、言えます、はい、よいしょ。あ、剛性あるっすね、うん、全然ミシミシとか言わない。あこれはですね、もう乗り出した瞬間にエンジンがちっちゃいのが分かっちゃう、うん、あ、でも走ると軽快、うん、
めちゃくちゃ軽快。先代みたいな重厚感というかは、うん、ちょっとまた違う感じですね。あ、軽快。あ、軽いっすよ、なんか軽やか。ちょっと改めて、はい、あの僕が思ってた SL とだいぶ違います、うん、違う車でよかったんじゃないですかこれSL の名前じゃなくてよかった気がするんだよな。わかんないです、63があるからなんとも言えないですけど、まあ少なくとも AMG ブランドじゃなくてもよかったんじゃないかなっていう。ほんとそこっすよね。 SL 版350、うん、とかで、うん、よかったのかなってちょっと思ってしまいました、はい、要はこう AMG の1000倍になると、うん、どうしても AMG GT 系をこうイメージしちゃうじゃない、うん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 、そうすると、まあ、ちょっと拍子抜けっていうか。そうですよね。上から降りてきたパワーユニットじゃなくて、その A クラスからの下から上がってきたパワーユニットですから ね、うん、だからそこかなっていう。あとはまあもちろんその振動あるんですけど、うん、あの V8 とかのそういう振動じゃなくて、小さい排気量の4気筒とかの振動なんですよね、うんうん、あだフロアはすごい剛性ある感じしますけど、ちょっとこの辺のビリビリ音はするっすね。あとなんかホロの色で中のこの色もちょっと違う、うん、ただカブリオレ大国ドイツ製だけあって、やっぱりソフトトップでもめっちゃ静かですね、うん、これ何層になってるかわかんないですけど、あーちょっとでもガラガラ音しちゃうもんね。車はびっくりするぐらい速い、うん、で外で聞いたあのもっさりサウンドとはちょっと全然違う、うん、そうっすね、全然印象違う。走らせれば全然いいっす、ね、うん、はい、うんと評価がまた変わってくる感じですかね。これ走ったら結構楽しいっすね、うん、パワーめっちゃありますよ。あとはやっぱり A45 と同系列って言っても、その足回りとかの関係なのか、ちょっと走りはやっぱ違いますよね、うん、ただこのバキューンっていう加速感で、だって今コンフォートですからね、うん、スポーツプラスにしておきます。そうするとあとちょっと音作ってんのかな。あとは細かいなんかそういった操作類だったり、うん、特にさ何回も言って恐縮ですけど、外のドアノブ、うん、もう撮影中もやる、あかね、うん、何回もあったじゃないです か、うん、か S クラスより空きが悪い気がするんですけど、個体差なのかどうかはまた分かるんですけど ね、 ね、意識して外側持ってグイッてやるんですけど、うん、開かないことかなとか、うん、ドアノブはね本当になんかこう改善というか改良というかしてほしい。 S と違ってないっすよね、さすがに、うん、S 本国普通のドアノブあるんですよね、うん、ベースグレードだからなんか移植したいぐらいですもん、うん、まあ、スポーツプラスにすると作ってるのかどうかわかんないですけど、ちょっと音がね、そうっすね、のぶとい音が入ってくるよね、はい、外の空ぶかしで聞いた音が嘘のようです、うん、いやこれでも乗ったらちょっと今の価格いいっすね、うん、悪くない悪くない、全然悪くない全然悪くない。おっと評価がちょっと上がった感じかな。評価そうっすね、評価いや最初が一番高すぎてそれにがっかりして、もう暴落してたんですけど僕の中では僕の中ではですよ、あくまでけど、だいぶ持ち直しました、はい、結構いいじゃんみたいな。ただそれはもう SL AMG SL っていうよりかは純粋に車として、うん、今の市場価格と純粋に車として全然悪くないなっていうのは正直なレビューです。ただやっぱりこの辺買う人ってそのブランドもあるわけじゃないですか。そうね、ですか、 AMG っていうブランドにお金を払う意味合いもあるじゃないですか。 AMG 欲しい人がこれ買うのは、うん、63行った方がいいのかなって、うん、まあ、価格も全然もっと高いですけど満足度は高いのかなっていう。だとはやっぱりゴルフ行けなくなっちゃったっていうのは結構ライフスタイルに直結するとこなんで。そうね、そこっすね。だ本当に使い勝手がガラッと変わってるんで、だこれだからトランクスルーできればよかったんですけど、トランクスルーできないんですよね、うん、そして屋根開けましたけど、屋根開けるとやっぱりそのソフトトップの優秀さが分かりますね、うん、そしてスポーツプラスにしてもそんなに唐突じゃないんで全然乗れちゃいます。ギクシャク感はないっす。でステアリングはわずかに重くなって、重くなることよりかもこのステアリングフィールが良くなったことの方が多分先に印象として伝わると思うし、はいはい、でブレーキのフィールも良好ですし、あー気持ちいい気持ちいい。
あー、これ嘘みたいなバラバラバラとかないんですね。あ、そうね、はい、ないんすね。ああ、そうっすね。乗ると全然気にならないというか、気にならないって言ったら嘘ですけど、なんだろう、スポーツブースに入れたらそんなに4気筒感ないっすね。音大きくなるからかな。今の市場価格だったらだいぶいいんじゃないかな。うん、そうね。もうちょい待ってもいいかもしれないけどね。そうですね、そうですね。ああ、まあ、あとはここら辺の使い勝手についてこれるかどうかじゃないですか。そうだね。だから本当になんか奥様車みたいな感じで、はい、あ、進路、そう、奥さんがちょっとこじゃれてなんかお稽古ごとに行くとか。確かに、そんな荷物も積まないし、ちょっとその辺で買い物、帰りちょっと荷物ぐらい買い物してみたいな。なんか人によっては1年の売却できないその縛りがあったんですか。それがより波紋を呼んでるらしいですけど、ちょっと僕の中で評価変わりました。まあちょっと前評判が高くなりすぎちゃったっていう、そこ原因かわいそうな側面はあるよね。あると思います。いや、今回めちゃくちゃ勉強になったっす。持ってよかった、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、月村さんに振っていいですか。はい、はい、今回どうでしたか。はい、正直デザインはすごい好きなんですよ。ただ車として AMG で出す必要はないのかなと。そこっすよね。メルセデスの SL350 かなんかでパッと出てきたらすごい女性受けもしそうだし、ただ AMG っていうブランドで果たしていいのか。まあ63もあるので、まあそことのねバランスもあるんでしょうけど、確かにちょっと疑問には思います。だから先代の多分その流れの延長線上で期待してた方は、特に AMG 1000倍モデルだったということで、はい、ちょっと期待値が高すぎたのかなっていう気はします。で、僕個人的にはやっぱりちょっと変化が大きすぎたかなと。この車がいい悪いの前に、先代からのやっぱりちょっと流れで間何も挟まずいきなりこう4気筒になったりだとか、もう使い勝手がこうガラッと変わったりだとかっていうことが大きかったのかなと。で、実際こう今市場の価格にもそれらが反映されてるわけじゃないですか、はい、なんで逆に本当に最初に戻りますけど、買いのタイミングではあるのかなっていう。はい、で、ここからさらにもう半分とかってなったら、うん、もっと時間はかかるわけじゃないですか、うん、なんでやっぱりこう欲しい需要と供給のバランスが、まあ、だんだん取れ始めてるのかなと。車なのでここからもまあ下がってきますけどね。ただ落ち幅的には、まあ、今買って何年か乗ってもそんなにドンドンって下がることは少ないと思うので、はい、メルセデス最近こう EV 化の予定をちょっと先延ばしにしましたけれども、はい、もしかしたらあと5年10年経って振り返ったら、エンジン積んでる SL がまだこの時あったんですねって言うかもしれないですかね、はい、まあぜひ気になる方は乗っていただくのはかなりいいんじゃないかと思いますので、はい、カスタマイズ含めぜひご相談ください。カスタムしましょう、これ。そうですね、はいはい、ぜひ月村セールスにご相談いただければ、はい、納車時にカスタムしてなんていうのもできますの です、ね、はい、お気軽にご相談ください。というわけで今回はメルセデス AMG SL43 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。